こんにちは、森下アットホームの森下です。今日はですね、打ち合わせ中のお客様ですね、初めて当社にいらっしゃったお客様から、森下さん、建て売り住宅と注文住宅ってどっちをやっぱり選ぶべきなんですかねみたいな、その本当にこう初歩的なというか基本的なというかね、そういう質問を受けましたんで、違いというか注意点というかですね、それぞれちょっと解説していきたいと思います。はい。まずですね、縦売りっていう言い方しましたけども、もう一つの言葉で分譲住宅っていう言葉ありますよね。皆さん、縦売り住宅と分譲住宅の違いって分かります？言葉遊びなんで、ちょっと最初ちょっと肩慣らしに聞いてもらえたらと思うんですけども、分譲住宅っていうのはね、文字通り分譲地、分譲地いうのはこうある大きさの敷地があって、それをこう分割してですね、分けて譲っているから分譲地っていうわけですけども、この分譲地に複数の建物を売っている場合が分譲住宅です。で、一方建て売りっていうのはですね、一つの空き地があったら、そこに建物1個乗せて1個で売ってる形態ですね。それを建て売り住宅と言います。そんなに大きな違いなくて、もうイメージとしては、もし建物が完成形としてもう出来上がった姿で売られている、もちろんそれには外庫もついていることも多いですね、最近はね。で、こういうものになります。はい。で、このまず言葉 の前提でね、建て売り住宅、分譲住宅で、それだけでもごちゃごちゃになる人もいるみたいなんで、これ知ってもらって、総称として建て売り住宅っていう形で特徴をちょっと解説していきますね。じゃあ、もうちょっといつもより僕の板書きちょっと見てほしいんですけども、まずですね、建て売り住宅の最大の特徴っていうのは、コストが抑えやすいということですね。なんでか言うたらですね、一つの構造的なものとしては、分譲業者さんっていうのは土地の方でも利益取りますから、建物をちょっと圧縮して値引きしてしてもいいじゃないかっていうお考えもあるので、比較的こう建て売りっていうのは土地建物両方の利益取るからコストを抑えるよってことがあります。で、それからですね、分譲の時はですね、コストダウンを結構やりやすいんです。例えばね、ちっちゃなことなんですけども、10区画あるとするじゃないですか。そうすると、職人さんが使う仮設トイレって1つか2つでいいんですよね。で、普通やったら1区画ごとにこう並べていかなあかんのを、もう2つ置いとうから、これで 10の現場みんな使ってみたいな感じでやれば、仮設トイレ代で節約できるじゃないですか。あるいは、そんなちっちゃな話を別にしても、基礎工事やるときに同時にやるっていうよりは、一棟一棟順繰りに仮にやっていくと考えたときに、例えばね、基礎工事するときは、型枠っていう仮設資材を組んでコンクリート打っていくんですけども、これを組んで打って脱形したら即隣に使えるんですよ。だから同時にもうすぐ型枠組めるように、こう事業っていうね、掘り方したりね、ステコン打ったりとかやっといて、で、次バラして、はい、そのバラしてそのまま持っていけみたいな感じで言ったら、普通やったら現場ごとにこう倉庫に持って帰ったりせなあかんことが、隣に持っていったら変やから、すごい省力ができるじゃないですか。で、そうやって転用できるから、例えば一社の基礎屋さんがやるときは、これちょっとコスト圧縮に協力させてもらいますということがあるんですよ。で、そういうようなことでコストが抑えやすいという、そういう特徴はあります。で、さっきも言いましたけど、でもう一つがですね、買われるお客様ご自身が出来上がりを見てですね、あ、こんな出来栄えかとか、こんな空間のイメージか、こういうカラーリングなんか、こういうデザインなんかって見てですね、図面じゃ分かりにくいですよね。CG パースとか絵のもありますけども、分かりにくいのとか、広さとかも感覚も分かるから、思ったんと違うっていうことがもうないんですよね。で、その代わりですね、その出来上がりを見て買えるんですけども、その裏側としたら、建物をこう組み立てていくプロセス、あるいは設計していくプロセスに関してはチェックすることはできない。記録とかなんかあって見ることはできるかもしれませんけども、例えば自分の家なんやから、ちゃんとやってくれてるかなって信じてるけど、やっぱりちゃんとよう見ときたいなみたいな気持ちは答えることはできないですよね。で、それでさっきの話の延長になりますと、次がですね、もうすでにその出来上がってるから、間取りとかデザインが決まってるんですよね。で、ちことはすぐ進めるんです。これがもう建売住宅のもうすごくいいところです。だからもうね、うわ、もう子供のな、引っ越しがどう
入学がどうとか、ご主人 その転勤がどうとか、あのご主人がその例えば単身赴任が決まってるから、ご主人がおるうちに引っ越ししてしまいたいみたいなニュースやったら、これすごいピタッとはまりますよね。でまあ昨今でしたら、まあ なんていうんですかね、あのウッドショックとかでこう値段がどんどん上がるけど、もう出来上がってるからコストフィックスしてるから、そういう面でもあのはっきりしてるのでやりやすいところがあると思いますね。でなのでゆえにですね、多くの縦売り住宅、分譲住宅というのは、あのなんていうか、不特定多数な人に向かって売るってことになるので、幅広いそのいろんな好みあるからね、人は。だから万人向きの外観とか間取りとか、まあ、になってます。で外観はだからあの当然あのデザインは、今流行りのものになってると思います。で間取りに関してはね、一つやっぱりポイントは、ま、間数勝負ですね。やっぱ皆さん部屋の数、やっぱり家族構成によっては何部屋欲しいってあるじゃないですか。だからあの部屋数優先になってるので、時々犠牲になってるのが収納っていうような側面もあるかもしれません。まあ今頃ねよく考えられてるあの縦売りもあるので、まあ、これはまあそうかもしれないっていうぐらいの話ですね。でそしてさっき言いました、予算が組みやすいですね。買いやすいです。あのだから何て言うんですかね、今まで住んでるアパートが例えば家賃7万円って言ってたら、7万円の返済でもうすぐ住めますよみたいな言ったら、もう一緒やんって感じですぐ買われるじゃないですか。なんでそういう意味で言うと買いやすいですね。でただしね、これちょっとまた最後にまとめていきますけど、一方で買いやすいがゆえにというあの問題もあるんかなとは思います。でね、この買いやすいということの一つにね、皆さんちょっとあんまり分かりにくいんですけど、住宅ローンが土地建物で一括で決済できるんですよ。あのすぐ、普通はね、あの建物を建てるにあたって、まず土地の決済して建物決済って、結構そのローンの借り入れ自体も結構複雑になるんですけども、スパッとか一括で終わるってことですね。ここもまあ非常に煩わしくないのでね、あの利点やろうと思います。であとはですね、あのまあこれは傾向としてやと思いますけど、縦売り住宅なんていう感じで言うやつの中で、法律ね、現行の建築基準法とかいろんなその他関連法令の最低基準で建ててることが多いんじゃないかなとは思います。だから違法にならないの、もちろん違法建築なんかも論外ですけども、いやこれはもう違法じゃないですよって言うと、じゃあ違法じゃないっていうのは、あの技術基準の中の最低ランクですからね。だから建築基準法を満たしてるからいいえってことは僕はあんまりないのかなと思う一人なので、そこをちょっと注意してください。なのでそうなってくるとですね、その土地の立地がすごい気に入っても、例えば本当そこ、例えばね、あのいろいろ調べたら活断層が通ってる敷地やとか、それからハザードマップで何か問題があるエリアとかね、あのそういうとこもあるんでね、あの そこら辺をよくちょっと見ながら、やっぱり最終的には買う判断をしてもらわなあかんと思います。で最後にこの縦売り住宅の特徴は、もうこれが多分一番特徴やと思うんですけど、土地の立地がいいとこが多いですよね。あの分譲なんか特に人気のエリアでいい土地を大きい資本の方がガッと買って、でそれをドンと売るって感じなので、非常にこうあのパワービルダーさんとか分譲屋さんなんかはそういうところを、人気のところを買って、そのことをテコに、人気あるんでどうぞって感じで売っていくって感じになるから、あの、まあ、人気エリアで買いやすいっていうことはありますよね。はい、なんでやっぱりもう工区とかもうそういう人気エリアじゃないと、いやここじゃないと嫌っていう方は、あのまあスピーディーにしかも買いたいんだったら、もう建て売りとか分譲住宅がおすすめかなとは思います。はい、で一方でですね、注文住宅の特徴は、まあ、その逆になったことが多いんですけども、まずですね、コストに幅があります。あの総費用はね、やっぱり正直あの分譲住宅に比べて高くなりがちになると思います。であの好きな、その代わり間取りとかデザインとか素材とかを選べることができます。なので、まあ、自分のこだわりを実現する、そういうところがあの特徴としてありますよね。だからあの分譲とか建て売りはもう出来上がってるから、自分のこだわりでもう入れられへんじゃないですか。あのたまたま自分のこだわりと一致してるっていうんやったら全然いいんですけども、まあ、そこがあると思いますね。でそれで、なのでその好きな間取りとかデザイン素材が選べる注文住宅なんですけども、でも一般的に会社によっては標準仕様とかですね、オプションとか、それからまあもうとにかくもう全部自由に言ったらフルオーダーとかで、こう幅があるから、コストに幅があるっていうのをちょっと頭に置いておいてほしいですね。はい、でそれで
あとはですね、そういうことでいくと予算繰りがやっぱり難しいですよね。高額になってくる可能性があるんで、自分たちの、給料とか家以外に使いたい、ね、子供さんの教育費用だとか車買い替えたりとか、そういうものに対して の全部トータルの資金繰りが難しいっていう側面があると思います。でね、この資金繰りが難しいんですけども、僕思うのは、それを資金繰りの難しさを通して、僕たちよく言ったのは、ライフプランとかやって優先順位を明確にしながら家づくりにかけていい予算を決めていこうということをよくお話しするんですけども、そのことによってですね、住宅ローンって今金利上がり傾向じゃないですか。だからこれまでね、デフレの低金利の時代じゃもうないので、もう借りたらもうそれでもう全然何も考えんでええんやいことじゃないんですよ。つまり金繰りをするという、その何ですかね、家の資金計画の収支のそのマネジメントがね、やっぱりちゃんとこう家作り、家を求めるときにこう やりながらやるから、住んでから安心ですよね。対応ができるから。だから家賃で買えるとかって感じでもうポーンと買った人は、買えるからどうぞって言ったら、ちょっと言い方悪いです、売りっぱなしになってしまいますよね。そうすると、どうする、これ変動金利で借り取ったけど借り返せなあかんのかな、どうしたらええんかなっていうときにあたふたしますよね。でちょっと急に困った、一番困った人はそれでもう払えなくなって、何ですか、よく競売にかかるみたいな、その物騒な話になるような人が、ゼロじゃないんですよね。なんで予算繰り難しいんですけど、僕は一方でそのこれから生きに行くため その準備も同時に勉強しながらやっていかなあかんもんなんで、そこはそういうふうに捉えてもいいのかなと思っています。でそれでもう一つがね、買いやすい、分譲買いやすいということで注文買いにくいのに、注文住宅を土地から探して建てる場合はですね、土地の受け渡しの時に一旦お金払わなあかんのですよね。その時にね、住宅ローンの実行っていうのがもう始まるんですよ。でないと住宅ローンって土地と建物両方にかかるんで、いう形になるので、そうするとでも家賃払って暮らせる人だったら二重に居住費の支出になるからしんどいじゃないですか。だからつなぎ融資っていうのをやって建物の実行した時が終わって初めて住宅ローンが実行されていって支払いが始まるよ、月々返済が始まっていくよみたいな形になるので、つなぎローンっていうのがいるんですよ。つなぎローンが当然もちろん金利いるんですよ。いろんな手続きのものとかもいるからね。なんでそうなってくると建てにくいし、ちょっと余分に諸経費がいるっていうことになると思います。であとですね、建て売りは法律の最低基準で建てるという傾向が強い、絶対じゃないですよ。それ高スペックのやつを建て売りもあるんでね、ちょっと僕暴論を言ってるっていうふうに勘違いせんときますね。でもそれに比べたら注文住宅は自分たちの価値基準でスペックを選ぶことができるんです。いやもうやっぱり予算が大事やし、お金使えれへんから性能ここでいいですわっていう価値基準もありじゃないですか。でもこれからは光熱費どんどん上がっていくから、電気代が安く上がるような、そういういわゆるランニングコストがかからへんような家にしとく方がいいやなっていう価値基準もあるじゃないですか。だからそれはどっちが正しいことないんですよ。それぞれの判断なんで、やりやすいのは自分たちの価値基準でその家を選ぶことができる、スペックですね、能力ですね、性能ですね、それを選べることができるってことになります。でそれと最後にですね、あれですね、設計から施工からってやってるプロセスに関してずっと確認していけたり関与していけますよね。で例えば、もう家、基礎できましたね、ちゃんと拝金してくれてますね、木瀬屋さんちゃんと仕事もやってくれたねとか、大工さんこんな風に丁寧に仕事してくれたねとかって途中を見える、出来上がったったら分かりにくいところも家ってあるんでね、その完成したら分からへんところのことを確認しながら、そしてやっぱりね、僕家ってその家に対してどれだけ愛着が持てるかっていうのすごい大切や思うんですよ。でもちろん建て売りやから愛着持てへんよなんてことは言うつもりはないですけど、ただやっぱり苦労して土地探したなとか、いろんな打ち合わせしてこのプランにたどり着いたなとか、でなんか大工さんとなんか現場で最初怖いんかなと思って話したら意外と話しやすくて、なんかいろんな助言もらったなとか、そんなことが全部プロセスで僕愛着になると思うんで、そういうのはなんかこう言葉にできへんというか、もう物にできへんようなものになるんちゃうかなと思います。で言うたら土地から探す分だけ、最後はこの注文住宅は大変ではありますけどね、分譲住宅はもう
土地探し家探しがもう一気に終わるから大変なんですけど、そういうところがあるということです。なのでこれからは多分、どうしても建物 のコストがすごく上がっていくので、建売り住宅、分譲住宅を選ぶ、それから人気のエリアやからここじゃないとダメという人もいらっしゃるので、そういうことの、良さとか悪さっていうかな、難しさとかコツみたいなところを意識しながらやってもらうと、どちらが正解ってことないので、それで皆さんの家づくりの方向を決めてもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでね、家づくりに関していつもざっくばらんにお話をしてますので、よかったらチャンネル登録をしてみてください。